ルシコ一撃っていうコンセプトなんですけど、普段なんだろう、そんなにエネルギッシュな4人ではなくて、でもライブの時にはやっぱり見てくださる方が いればもうなんだろう、音楽があればどこまでも感情を爆発させられるっていう感じですね。外国で海外でライブをするのってやっぱりちょっと最初は緊張するんですけど、回を重ねるごとに月風呂のこと待っててくれる人がいるので、それが一番源に、なんか力の源になってますね。また来なきゃって気持ちになって待ってくれるから。月風呂はあんまり英語の歌詞がないかったりするんですけど、そうやってあの時間もお金もかけて月風呂に会いに来てくれてすっごく嬉しいです。ありがとうございます、うん、もちろんあのその通りです。名前の通りコンセプトが弱虫の一撃で、あの普段はこんな感じで、なんて言うんだろう、あんまり強い部分を自分たちに感じていないけど、音楽を通して一撃かまそうというのがまさにコンセプトです。まずは私は寝るときに、あの日本に売ってる加湿のマスク、加湿できるマスクがあるんですけど、それを毎晩して寝てます。なんだろう、飴舐めるとかと、私は前はすごくすぐに声が枯れてたんですけど、今はお腹から声を出すように気をつけてます。私は扁桃腺が、がすぐ荒れやすくて、定期的に病院に通ってます。これからもフィリピンの君に何回も会いに来れるように、一回一回ちゃんと力を込めてライブ活動を頑張っていきたいなと思っています。まず、遠いところからいつも待っててくれてありがとうございます。それから日本での活動も、寂しいかもしれないけど、いつも応援してくれてることがちゃんと伝わっているし、これから先何回も何回も私たちから会いに来れるように頑張るので、これからも待っていてください。まして私たち4人でチキンブローズアイドルです。よろしくお願いします。